1897年時点の路線網、ブルックリンラビットトランジットは、アメリカ合衆国ニューヨークのブルックリンク及び、クイーンズ区で鉄道路線網を買収、統合して1896年に成立した公共交通の持株会社である。ニューヨーク証券取引所において一文字の略語を B で表されていた、卓越した会社であり業界リーダーであった。地下鉄及び、 高架鉄道網において旅客列車と貨物列車の双方を運営しており、ニューヨークにおいて地下鉄の建設及び運営を行った3社のうちで客下療養であった唯一の会社であった。1919年に債務不履行に陥り、再編されて1923年にブルックリンマンハッタントランジットとして破産管財下から脱却した。 BRT は1896年1月18日に設立され、倒産していたロングアイランドトラクションを2月初めに引き継いだが、同社はブルックリンハイツ鉄道とその賃貸借者であるブルックリンシティ鉄道を買収して保有していた。BRT はさらに1898年7月1日にブルックリンクイーンズカウンティンサブアーバン鉄道を買収した。 BRT はさらに地上を走る多くの鉄道会社の資産を買収していったが、その中でも初期の会社として1863年10月9日に5番街からブルックリンとグレーブスエンドのバスビーチの境界にある36丁目まで旅客営業を開始したブルックリンバスコニーアイランド鉄道があった。この鉄道の中でもコニーアイランド側付近で地上を走るタンクは 1864年6月8日に開業し、ニューヨークにおいてもアメリカ合衆国においても、最古の営業中の都市鉄道敷地となっている。当初は地上の鉄道も、高架鉄道も、蒸気機関車で運行されていた。1893年から1900年にかけて、これらの路線網は、電気運転に切り替えられていった。例外は、ブルックリン市における運行であった。 1883年から1896年までの間、ブルックリン橋では列車をケーブル牽引で運転しており、この年に電気運転に切り替えられた。1900年までには BRT はその目的とする地域におけるほぼすべての都市鉄道と路面電車の営業を取得した。この時点では、コニーアイランドブルックリン鉄道と、 バンブラントストリートエリーベースン鉄道だけが独立を保っていたが、前者は1913年あるいは1914年に買収された。BRT は1908年6月16日にその最初の短い地下鉄路線として、ウィリアムズバーグ橋の他元の地下駅を構成するのみで、あるがマンハッタンのエセックスストリート駅を開業した。この路線は、 テランシーストリートとセンターストリートの下をマンハッタンミュニシパルビルディングの近くブルックリン橋のたもとに設けられた新しい5面のプラットフォームを備えたチェンバーズストリート駅まで1913年8月4日に延長された。BRT の列車に加えてロングアイランド鉄道の通勤列車もこのチェンバーズストリート駅に開業時から1917年まで乗り入れていた。 BRT は1915年6月22日に4番街の下にブルックリンにおける最初の地下路線を開業し、そこからマンハッタン橋を渡ってキャナルストリート駅にある前日のナスソーストリート線との合流点まで運行するようになった。BRT はマンハッタン最初の地下鉄の本線区間として BMT ブロードウェイ線を1917年9月4日に14丁目。 ユニオンスクエア駅まで開業させた。こうした地下鉄路線網は最初のタンク間以外はデュアルコントラクトに基づいて市によって建設された。高架鉄道網はニューヨーク連合鉄道という新会社によって運営された。1913年に BRT はニューヨークミュニシパル鉄道という別の子会社を通じてニューヨーク市とデュアルコントラクトを結びこの契約のに 新たな地下鉄を建設、運営し、その他の都市鉄道路線を建設あるいは改良していくことになった。BRT の初期には、ロングアイランド鉄道は BRT にとってブルックリン、及びクイーンズにおいて、旅客輸送をめぐる競争相手であった。自社の近隣路線と競合しているにもかかわらず、BRT 及びその前身事業者は、 線路使用権を通じて、ロングアイランド鉄道の旅客列車の乗り入れを許可し、また、貨車のやり取りを行っていた。ロングアイランド鉄道の旅客列車の BRT ブルックリン橋ターミナルへの乗り入れは、1895年に協定を結んで実施され、BRT の高架路線を利用していた。BRT の地下鉄及び、ウィリアムズバーグ橋を利用したロングアイランド鉄道の ダウンタウンマンハッタンへの乗り入れは、チェンバーズストリート駅開業と共に開始された。ロングアイランド鉄道と BRT のどちらの運転士も同じ組合が代表となっていた。今日でも BRT の後継であるニューヨークシティトランジットオーソリティは、ロングアイランド鉄道の貨物輸送部門の後継であるニューヨークアトランティック鉄道からサンセットパーク及びリンデンヤードにおいて、 貨車の受け取りを行っている。第一次世界大戦とそれに伴う強烈なインフレーションによりニューヨークの公共交通事業者は厳しい状態に置かれることになった。市との契約により運賃は5セントに定められていたからである。インフレーションによりその実際の価値は以前の3セント未満となってしまった。1918年11月1日には アメリカ合衆国の都市鉄道で起きたものとしては死者数が2番目となるマルボーンストリート鉄道事故が起きて少なくとも93人が死亡し BRT をさらに苦しめることになったすでに財務的に苦しんでいる会社をこの事故がさらに不安定にすることになった BRT は1919 19年に債務不履行に陥った BRT は再編成され 1923年にブルックリンマンハッタントランジットとなって破産管材を脱して再出発した。1885年まで時代を遡る BRT のかつての高架鉄道網の一部は現代においてもなお使用されている。最も長い旧 BRT 高架鉄道区間は BMT ジャマイカ線のフルトンストリート上を走る場所でアラバマアベニュー駅から クレセントストリート駅の先で北に曲がって少しの区間である。これ以外の残存区間のほとんどはデュアルコントラクトの一環として1915年から1922年にかけて作り直されたか大幅な改良工事を受けている。1896年から1905年にかけて建設されたフランクリンアベニューシャトルの高架区間も1999年に 大規模に改良されている。BRT 時代の一部の車両が保存されている。BU 車が9両と AB 標準車が5両あり、これらすべてが1923年発足の BMT によっても運行されていた。ありがとうございます。